こんにちは、亀屋食品商品部佐藤です。いつもありがとうございます。今日はですね、インポーターのクオーレサルドさん、ジャンルカさんにお越しいただいて、カンティーナパウリスモンフェラート社のワインを一緒に試飲していきたいと思います。ボンジョルノ。ボンジョルノ。まずは、ジャンルカさんに、こちらのワイナリーの簡単な紹介をお願いします。はい、カンティーナパウリスモンフェラートは、その南サルデニアにあります。モンフェラート町の近くで、結構そのもう歴史があります。もう1924年にできて、そろそろ100年の歴史になります。結構そのこのカンティーナ そのいいポイントが、そのサルデニアの、土着飲酒 そのワイン生かしたいとのことで、結構サルデニア人としてはすごく嬉しいです。共同組合なんですよね。そうです、共同組合の、カンティーナです。その約人ぐらいのその生産者も集まって、ワイン作ってます。はい、ありがとうございます。今日試飲していくワインは、こちらです。ネリオのヌラグスディカリアリです。まずはワインの簡単なスペックを紹介します。州はサルディーニャ、格付けは DOC、 ブドウ品種は、ヌラグス 100% です。ヴィンテージは2018年です。上代価格は1750円、納品価格は当社ウェブサイトをご覧ください。それではジャンルカさんと一緒にテイスティングしていきたいと思います。よろしくお願いします。します。色はすごいイエローっていうよりも結構濃いですね。どうでしょう、結構濃いグレープフルーツの皮をもうちょっと濃くしたような。そうですね、まあサルデニアにその雨はそんなに降らないから、結構その味も色も簡単に濃くなります。濃くなる。ああ、すごいミネラルっていうか塩味がある感じの香りがしますね。そうですね。その海が結構近います。あ、海どれぐらい近いんですか。そうですね、もうまあ海とそのワイナリーの間にそのまあその池があります。でも多分10キロもないです。10キロもないぐらい。あ、じゃあ海からの風が、もちろん南風が降るときにもうお塩が、あとミネラル感が出るってことですよね。そうですね、結構厚みがありますね。ボディがあるというか。そうですね、果実味もそこそこありますよね。よく感じます。11、ね、そのアルコール度数は 11% だけですね。11%、もっと感じるんですか。もっとね、強く感じますね。でも飲みやすいです。これ合わせるとしたらどんな料理がいいんですかね。まあ結構このヌラグスがの特徴は、サービス適温に、によってその結構レノア料理に合わせられるんですね。だからそのよく痩せばそのもうアンティパスト、その前菜に合わせて、特にそのミノサチのアンティパストに、その後がそのもうちょっと高い温度でそのまあ6度とかその8度でそのパスタに、パスタに、あとからも温度はどんどん下がりながら、そのお肉料理、お肉もいける、もういけます、魚料理、ではなだけではなくて、もうその鶏肉に、ちょっと白い肉というか、そうです、子牛とか、そうですね、合わせても全然おかしくないです。いいですねこれね。酸味もしっかりあるんで、なんかやっぱ料理にもすごく合いそうな感じがしますね。そうですね、あとこのぐらいのワインだったら、そのまあウェルカムドリンクも全然いいと思います。最初から最後まで、まあ、何にでも使えるかなっていう。そうですね、まあ、使い勝手のいいワインということですね。余韻も結構ありますね。やっぱこのミネラル感がすごくなんか塩っ気というか、それがすごくなんか印象的なワインですね。そうです、本当にもう本当に南サルディニアの、いいところですね、ワインのこちらのぐらいのワイン。それでは、まとめではないんですけども、このワインのおすすめを、まあ、ジャンルカさんにちょっとプッシュしていただきたいと思います。皆様ぜひ試してください。試したらもう続くと思いますので、よろしくお願いします。本日はいろいろ勉強になりました。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。クオーレサルドのジャンルカさんでした。よろしくお願いします。